この器の形ですか？もちろん人の子すべてを模したもの。空を生きるすべての命の形を映すことは難しかったので、せめて人の子だけでも余さず写し取りたかったのです。あなたが得意点であるから祝福を与えるのではなく、あなたがあなたとしてこの空の世界を懸命に生きるからこそ祝福を与えたいのです。さあ、遠慮せずに。小さくか弱い空の命たち、この枯れた大地をせめて己が生きやすいようにその手で作り変えなさい。大きな流れの中でいずれすべてが大地に回帰するとしても、あなたたちの生き様は確かに世界へ刻まれるでしょう。この器の形ですか？二つの眼では、空の世界を懸命に生きる命すべてを捉えることは不可能です。ですから私は器の瞳を閉じ、楔としてあまねく命を感じ取る方法を選びました。ああ、空に生きる命たちのなんとけなげで愛おしいこと。すべての命はいずれ母なる大地へと帰り安らぎますけれど、その時が来るよりも早く、あなたが心疲れ安らぎを得たいと願うのなら、私の腕の中へと来てくれてよいのですよ、得意点。あなたの良き日を共に祝うことができるのは、空の世界からの還元のもと人格を得たからこそ。この心をもってあなたの今日を、これまでとこれからをことほぎましょう、得意点。二つの眼では空の世界を懸命に生きる命すべてを捉えることは不可能です。ですから私は器の瞳を閉じ、楔としてあまねく命を感じ取る方法を選びました。ああ、空に生きる命たちのなんとけなげで愛おしいこと。大地が倒れることはない。やはーはー、加減が難しいけれど仕方ありません。いいとこ見せてくれよな。さようなら、愛しい子。
くさびをうがちましょう。うしうし。へいへいへい。お世話をしましょうね。いいとこ見せてくれよな。いけない子だこと。大地の鼓動。お世話をしましょうね。